あるんですよ。ビギンが見たルールとは、それを見ながらひそかにこう置いちゃう。北海道稚内市、この地に何とも場違いともいえる石垣島出身の男が3人、彼らの名はビギン。南から北へ、彼らはこの地をずっと訪れたかったという。当たり前だろお前。ああ、もう稚内に来て飲まんとダメだろ。稚内がかわいそうだよ。飲みにかんとな。実に仲のいい3人、比嘉栄翔、上地仁、島袋勝は小学校からの同級生。今年で全員39歳、30年以上の付き合いだ。彼らの故郷石垣市と稚内市は今年で友好都市になって20周年。その大切な記念コンサートのオファーがビギンにあったのだ。多くの人に愛されるこの曲は、何を隠そうビギンの作曲。古いアルバムめくり、ありがとうつぶやいた。いつもいつも胸の中励ましてくれる人よ。晴れ渡る日も雨の日も浮かぶあの笑顔、思い出遠くあせても面影探してよみがえる日はなだそう。デビューして18年、人気実力ともに日本を代表するバンドへと成長したビギン。円熟期に達した彼らにとって一体歌とは。そのうちみんなのものになるんだから、そうなるべく頑張ってるのかなとも思います。お疲れ様です。見えますね。瀬戸内海にあるフェリー乗り場に到着した3人、対岸にある岩木島という離島が今回の目的地だ。
何でもツアーが立て込んでくると時に自分がどこにいるのか分からなくなるという。ちなみに岩木島へは船が唯一の交通手段。早速乗船すると、ね、すごいですね。最高ですね。潮風が心地よい。そして5分足らずで島に到着。ここ岩木島は瀬戸内海に位置する人口2000人ほどの離島。島内放送のスピーカーからも学校で流れてます。大音量、すごい嬉しいな。島中を挙げての音楽祭、着いたその足で明日のコンサート会場へ向かうと、そこへ、あ、どうも。ビギンが大好きだという実行委員長。憧れのビギンさんで、わしは夢のビギンだよ。もう本当待ち望んでましたね。はい、コンサートの会場となるのは中学校の体育館。島民による会場の準備が急ピッチで進む。まさに島中の思いが詰まった手作りのライブ。あの島内の宝の歌詞がいい。あ、歌詞がいい。歌詞がね、この島のそのまんま。あ、そうですか。そのまんま。島内同士気持ちが通じ合う。でもまあとにかく近いですよ、感じが。あの実行委員会の方々含め、お互いに分かってるんじゃないですかね。なんか迎えたコンサート当日。冷えたビールが置いてあるんですけど、飲みませんけど朝から。どうぞということじゃない。ビールは楽屋に用意されていたのは沖縄名物のオリオンビール。これも粋な計らい。ありがとうございます。船じゃないと来れないぐらいの、はい、どうじゃないですか。どうしてそういうところをこう、まあ、あえて選んだのかなみたいな。呼んでいただけたらどこでも行きますっていうスタンスでいたら、うん、あのこういうところに来れたっていう、うん、だから嬉しいですよね。だからお客さんをこう呼んで集まってもらってそこに出ていくっていうのはちょっと自分の中では違うと思うんですよ。呼んでいただいて初めてそこで歌が歌える権利がもらえるみたいなことがあるんですよね。本番、今回手にした歌える権利をビギンがステージ上で最大限に生かす。きっと僕らの全体が一つになっていく。ちなみにここは愛媛県、沖縄ではない。全ての曲が終了。しかし、BGM まだいいですよ。なんとなく自分たちの歌で終わりたくないみたいな感じがありまして、実行委員会の皆さん、ナダソウソウとシマンチュンだからどっち歌いたいですか？さあ、僕たちがバックバンドやりますので、
皆さん。沖縄のシュマンチュ3人から愛媛のシュマンチュ1100人、僕が生まれたこの島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう、汚れてきサンゴも減ってゆく魚もどうしたらいいのかわからない、でも誰よりも知っている、砂にまみれて波に揺られて少しずつ変わっていくこの海を、テレビだ最近、ビギンには気づいたことがある。それは、歌は自分たちだけのものではないということ。今日はね、島って感じでした。年配の方がこう前の方にいて、でもそれがこうその方たちがこう一生懸命手拍子したりしてもらってるのをこう見ると、なんかちょっとやっぱり自分の親父とかじいちゃんとかやっぱり思い出しましたね。なんか島に帰りたいなっていう。ああ、今十分今僕らは音楽で気持ちを通い合わすことができてるなっていうのがもうねよくわかりましたので。うん、いやー、なんか思い出に残るコンサートでしたね。3人は現在東京、沖縄に分かれて生活をしている。東京在住、キーボードのひとし、大田区にひとしの自宅兼スタジオがある。ジャズピアノも弾きこなすひとし、だがピアノとの出会いは意外なほど遅く、17歳の頃教員試験を受けるために始めたのがきっかけだという。僕 10歳からギターとか弾けてたので、うん、なんか和音感があったらしく、なんかこうすぐ終わりましたよ、バイエル10ヶ月ぐらいで。なんか縦が盾がありますね。何ですか、その紅白歌合戦ですね。出場、2002年、初めて紅白歌合戦に出た時のこの盾ですね、これ。3人全員に名前一人一人入ったこの盾がいただけるので、これが面白いですよ。イカ天の時の盾ですね、これね。人気深夜番組のイカスバンド天国で5週勝ち抜き、ビギンは見事メジャーデビューを果たした。宝物といえば宝物ですね。ギターのマサルも東京に住んでいる。この日向かった先は渋谷の BYG というライブハウス。入ります。ビギンもここで定期的にライブをしている。ちょっと俺が書きました。絵心があるなんてちょっと意外かも。実はもともとデザインの勉強をするために上京、美術大学への進学を目指していた。もう毎日のようにデッサンしてたんですよ。でそのデッサンしてる時に志賀栄翔から声かけられて、音楽を一緒にやらないか、最初断ったんですけどね。いや、まあ、
音楽なんかで食っていけるわけないだろうみたいな。だけどもずっとこうやってる間ずっと頭の中テレキャスターしかないんですよ。結局 A 賞の熱い思いに心を打たれ、18歳の時デザインを諦め音楽の道へ。ビールもらっていい？ビールあ、作ってよ。メンバーで唯一今も沖縄に住む A 賞。この日は沖縄の楽器三線のお店へ。いやごめんなさいね。よろしくお願いします。お腹が空くなってしまった。ああだからずっとツアーに出てたもんで、うちの親父が昔あの木を切って寝かしてたその木があって、僕が高校ぐらいの時ですよ。実はこの店で父から譲り受けた木を使って三線を作ろうとしている。木は預けてからすでに1年以上。預けた木は一体どうなっているのだろうか。比嘉栄翔。栄翔の三線は出来上がるまでに丸2年もかかるという。気長に待つのも楽器への愛情。あるコンサートの楽器部屋、変わった形の楽器。実はこれ栄翔の手作り。でまあこれは洗濯板なんですよね。で洗濯板に自分でこうシンバルつけたりとか。うちのバンドドラムがいないので、はいはいはい、ドラムの代わりになるようにということで、例えば、シンバル以外は金物屋で全て買い揃え、4日間かけて作ったというこの楽器。随所にこだわりも。これ、はい、これはビスが緩んだ状態、緩めた状態でこう、こういうのがね、作ってるのは楽しいし、また一緒に音楽で合奏できるっていうのが楽しいから、だからなんかこう曲作りも楽器作りもまずは楽しむことが一番。そのビギンでいるために守らなきゃいけないことっていうのはあるんですよ。例えばスタイリストさんをつけないとか、衣装を自分で決めるっていうことは、お前今日何、俺何にした方がいいかなって3人で未だにハンガー持ち合ってこうやっていいねみたいなのはやらないと出れないですからね。3人で話し合って決める、これがビギンの18年間を支えてきたのかもしれない。久しぶりに3人揃っての沖縄。訪ねた先はこのカフェの店主であり古くからの友人、荒城エイビンさん。実は僕が最初に中学生の時にバンド組んだんですけど、エイビンと最初組み始めてエイビーズってバンド組んで、で そこにエイショーがギターとして入ってきて、ボーカル、ベース、キーボード、ドラムって7人編成だったんですよ。最初マサルはギターではなくドラムを担当。しかし当時ギターを担当していたエイビンさんとポジションを変わったことでマサルのギター人生が始まった。順番やっとくんです。その時エイビンちょっと太ってて、それでやっぱり太ってる人はドラムだろうみたいな。で俺痩せてたんですよあの当時は。でそれでたまたま本当自分がギター弾きたかったんだ。エイビンさんがいたから今のビギンがある。ビギンがバンドに熱中していた高校時代をモチーフに描かれた映画恋しくて。うわーすごい。その中の牛小屋にドラムを運ぶシーン、一緒にドラムをやっていたエイビンさんとの思い出が込められている。かわいそう。いや違うさ。
本当にバンドをやり始めたきっかけはエビンが全部作ったんじゃないですかね。そのおかげで僕なんかもね、バンドやれてると思いますので、その感謝の思いを込めて今日は歌を歌わさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。バンドのきっかけを与えてくれた感謝の気持ち、生の歌声を聞くのは20年ぶりというエイビンさんに、ビギンがこの歌を贈る。恋しくて泣き出した日々なども忘れたの、今さらは戻れない。傷つけ合った日々が長すぎたの、戻る気はないなんて嘘をついて笑ってても信じてた。もう一度、もう一度あの頃の夢の中、切なくて悲しくて恋しくて泣きたくなる、そんな夜は Oh Blues Oh Blues So エビありがとうね。なんか感動して泣くと。ありがとう。一緒に音楽をやった友との絆はいつまでも変わらない。
愛媛県八幡浜市。多くのファンと共に歌うため、今日も全国各地のステージを飛び回る。これまでも、そしてこれからも続くビギンの果てなき三人旅。デビュー18年目、ビギンにとって歌は誰のものなのか。そのうちみんなのものになるんだから、そうなるべく頑張ってるのかなとも思いますし、沖縄で島中の宝を演奏するときに、僕歌わなくていいですからね、みんなも歌い出すから、その中で僕も歌う、それでいいじゃないかっていう。ミュージン、ビギン、歌はみんなのもの。次回はシンガーソングライターエポ。幸せじゃなかったんですよね、なんか全然心が喜べない。彼女が背負った人生の悲しみとは。甘くなくて美味しい。面白そうですよ。帰ってきて銀行を開けてみたら本当に98円しかお金が入ってなくて。その激動の人生に迫る。